戦国武将紀行北条忠世、まあ、こちらのですね、天竜二俣城になりますけど、この、まあ、城主だった時にですね、まあ、例の、松平信康、岡崎信康公の、まあ、自刃事件というものが起きましてですね、その時の城主だったという、まあ、非常に因縁深いというかですね、大久保家は忠世はですね、小田原の方でも話してますけども、まあ、徳川時代ですね、三河時代、まあ、こちらの城主も務めていたと、まあ、ここは東御なんですけども、まあ、本当に信康公という方が、まあ、実際ですね21歳で亡くなっていて、先ほど清流寺さんの方が言ってきたんですけども、まあ、非常にですね凛々しい若武者であると、文武両道の、いい武将であったということが伝えられてますよね。まあ、立派な像もあり、立派な描写もありですね、先ほど手を合わせてきましたけども、まあ、それだけ慕われてた優秀な武将がなぜっていうことなんですが、まあ、信康公のところでもちょっと話してますけどもね、織田家の陰謀家みたいなね勝手に推測をしてるだけですから、何か史実に、合わせて話してるわけじゃないのでご理解ください。実際理由は本当の理由って分かってないのもあるんですよね。まあ、そう言われていると、そう伝えられているという伝というやつですよね、例の、何とも言えないんですけど、まあ、その武田方と内通しないと思うんですけどね、まあ、その徳姫の件もありますし、まあ、いずれにしても忠世はですね、まあ、三河の譜代長の譜代の武将ですから、まあ、家康公の命令であればですね何でもしなきゃいけないんですけど、まあ、実際にはですね服部半蔵正成公が、まあ、その解釈せよと命令されたそうですけども、まあ、時の上司であったですね、まあ、要するに大久保忠世公が、まあ、この上康を預かるような形になったんですけど、まあ、ここに入る前にも他にもいたみたいですね。ドラマなんかでも描かれてますから、何か所かに移されてですね、まあ、最後の方ということなんですけど、二俣城にいて、まあ、要するに謹慎というその立場をですね、まあ、明確にしなければいけない状況だったので、まあ、家康公はですね、当然本庄の岡崎城に置いておくわけにいきませんから、まあ、そういうことで、まあ、ちょっと気の毒というか、まあ、悲運としか言いようがないんですけどね。まあ、忠世公もそれに関してどれだけ関与してたかというのも、まあ、上司だったということだけではないと思うんですよね。やっぱりなんとか助けたいと思ったのかもしれませんし、まあ、そうは言っても家康公の命令に逆らうわけにもいきませんしね。まあ、服部公も同じ気持ちだったと思いますけど、惜しい武将をなくしてしまったということでしょうね。もうこれ徳川家にとってはですね、もう大々損失ですよ。まあ、要するにでもそのことを狙ったのじゃないかというのが、その信長公のですね作戦じゃないかというところなんですけど、それちょっと何とも言えません。私もはっきりした何か史実を元に話してるわけじゃないんで何とも言えませんけど、そう言われているという部分でちょっとご理解ください。まあ、そういった伝記物とか書物っていうのはいくらでも出てますからね。はい、大久保忠世公、天竜二俣城でした。